スケートパークで折りたたみスクーターを操る少年キックスケーターまたはキックスクーターとは地面を蹴って進むハンドル付きの乗り物の総称キックスケーターの多くは自転車に似た感覚で乗ることができローラースケートやスケートボードよりも扱いが簡単なことからレジャー用途のほか、スポーツとして使われる公園等で自転車代わりの手軽な移動手段としても使われる もともとスクーターやスクートと呼ばれていたが、2000年代に折りたたみスクーターの登場で市場が広がった頃から、キックスケーターの故障が使われるようになった。キックボードという名称で呼ばれることも多いが、これは、計2社の製品を指す登録商標であることから、注意が必要である。またキックスクーターとされることもあるが、こちらも JD 社の同名の製品と混同されることがあるため、スポーツとしての、 キックスケーター普及に貢献するために設立された日本キックスケーター協会では総称としてはキックスケーターを用いるよう主張している。なお、電動機や内燃機関付きのキックスケーターは、原動機付自転車、または自動車扱いとなる、ローラースケートを流用した木製スクーター1936年にベルギーで撮影されたという写真1817年。 両足で地面を蹴って進む二輪車、ドライジーネがドイツで発明される。19世紀後期にはローラースケートが登場し、その部品で作ったスクーターもあったと言われている。1914年、アメリカで二輪スクーターにエンジンを取り付けたオートプットが登場している。1974年、日本でペダル推進式にはスクーターローラースルー55が発売され流行する。 1990年代後期、スイスでビムボーターが小型折りたたみスクーターを開発し、ミクロモビリティシステムズを設立してヨーロッパで発売する。同じものが日本やアメリカではレザーの名で販売されて流行した。さらにレザー USA の共同設立者である台湾の JD コーポレーションが自社でも JD バグとして販売を開始し、同製品は大阪の JD ジャパンから JD レザーのブランドで日本でも販売されている。1999年頃に折りたたみスクーターが日本に入ってくると、鉄道利用の際にも持ち込める手軽な移動手段として都市部の若者から広まっていき、子供にも流行した。それに伴って非常識な利用者も出てきたため、使用禁止を明示する施設も現れている。2000年2月には前年11月に、 東京の歩道上で歩行者と衝突した利用者が10、過失障害罪で書類送検され、同年7月には神奈川で転倒による死亡事故も起きた。また、2014年10月17日の消費者庁は、9歳までの幼児、児童がキックスケーターを使用していて転倒などにより負傷する、例が2010年以降53件発生し、死亡事故も1件発生していると発表している。 折りたたんだ状態のレザー初期型1990年代後半に登場し、その後主流となった二輪スクーター。アルミニウム合金の多様で総重量 3kg 程度に抑えられ、小さく折りたたんで持ち歩くこともできる。舗装路のみでの走行前提に、ローラースケート同様のポリウレタン製ウィールを持つ。初期のウィールは直径 98mm だったが、 体系化が進んで2 0 0、mm、トルの製品も登場し、中には空気タイヤを備えた製品も存在する。後輪のフェンダーがブレーキを兼ねており、これを踏んで後輪の回転を抑えることで減速を行う。スケートパークなどでスタントを行う。フリースタイルスクータリングも欧米やオセアニアを中心に広まり、2008年、2009年には折りたたみ機構を廃した本格的な スタント専用スクーターが発売されたフットバイクのレース BMX 型スクーターを使用したドッグスクータリングを折りたたみ型以前から使われている10インチ程度の自転車用タイヤとリムブレーキを備えた二輪スクーター上述のポリウレタンウィール装着型と区別する際にはニューマチックスクータービッグスクーター等と呼ばれるより安価で手軽な折りたたみ型の登場で減少したが 乗り心地や安定性を重視する分野での需要がある。ヨーロッパではフットバイクと呼ばれる大型のものを使ったレースが行われているほか、犬を動力にするドッグスクータリング等の用途もあり、ニューマチック専門のメーカーもなお存在する。BMX が盛んだったアメリカでは1980年代後期にフリースタイル BMX の要素を取り入れたスクーターが核。 BMX メーカーから発売された。これらは従来のスクーターと区別してスクートと呼ばれ、その雪上版としてスノースクートが誕生した。なお、折りたたみスクーターでもスタントの世界ではスクートと呼ばれることが多い。キックボードの一種、軽通気度デッキに固定されたハンドルを掴んで乗る。キックボード、スケータ、スティックボードなど、二輪式より安定する他にも自立する。 片手で乗れるといった利点がある幼児向けスクーターに対、右側はミニミクロまだ自転車に乗ることができない3から5歳程度の幼児を対象とした、主として三輪車風のもの、鋼鉄製のフレームにプラスチック製の外装を持った製品が多い。この他にもバランス感覚の育成をうたった三和式のものが販売されている。通常の折りたたみスクーターの前輪にモーターを、 装着して立ち乗りスクーターとした製品があるほか、個人で自作ジェットエンジンを取り付けた例まである。なお、日本の道路交通法において、電動キックスケーターは原付または自動車の扱いとなる、軽車両軽車両ではなく、遊具とされるものも、参照道路交通法76条4項3号では、交通の頻繁な道路において、球技をし、ローラースケートをし、 またはこれらに類する行為をすることを罰則付きで規制している。この条文では車両、または遊具の指定はないため、ローラースケート、またはこれに類する行為とされれば、規制を受ける。なお、この頻繁の基準に関しては明確な基準はないが、おおよそ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる、程度の交通量がある場所と解される。動力なしのキックスケーターは、 道路運送車両法上では、軽車両に分類される。また、力を伝達するペダル等を備えないことから、自転車には分類されない。ただし、道路交通法では、人を搬送する目的で設計していない、社会通念上、移動目的と認められない製品については、軽車両ではなく、遊具とされ、交通の頻繁な道路での使用が禁止されるとする、解釈もある。なお、 道路運送車両法上は、キックスケーターは、道法施行令、第1条の規定に該当しないため、道法上の軽車両には該当しないと考えられる。上記のように法律上の扱いは明確化されておらず、キックスケーターの製造、販売においては、行動での使用は控えてくださいとの正し書きがされることも多い。機種によって、ブレーキの有無など設計も異なるため、 行動での使用については、メーカーや販売店への確認が推奨されている。原動機付自転車、電動の小型車両等に対する規制も、参照電動機や内燃機関付きのキックスケーターは、法令上、道路交通法及び道路運送車両法の双方で、原動機付自転車、または自動車扱いとなる。よって、様々な規制法令に不適合となる。 電動機や内燃機関付きのキックスケーターをそのまま、行動で運転すると、法律上は、原動機付自転車、または自動車を運転したことになり、そのままの状態では、様々な法令により処罰されることになる。行動走行可能なキックスケーター、編集2019年時点、パルウェイやエアホイールといったブランド名で、 道路運送車両の保安基準に適合する製品の販売が始まっている。製品には最高速度が原付の制限速度時速3 0トル程度出るものもある一方、最高速度が時速2 0トル未満のものもある。最高速度が時速2 0トル未満の場合には、道路運送車両の保安基準の適用が若干緩和されている。市販されている製品には、 概ね次のような特徴がある。2019年3月から埼玉県の浦和み園駅周辺で実験的にシェア電動スクーターの事業が行われている。このスケーターは約20センチメートル径のタイヤを備え、右グリップ直近のレバーがアクセル、左グリップ直近のレバーがブレーキとなっている。各レバーを押し下げると加速、制動する。ウィンカー、制動等はないため、 手合図が義務である。法令上は、原動着付自転車となるため次の義務等が課される。また、自動車損害賠償保障法に基づき人身事故に、対する損害賠償につき、無過失責任が適用される。よって、自動車任意保険にも合わせて加入することが望ましい。ありがとうございます。